Thank you.
飼い主を呼び出すとはいい度胸だな、ダケン。この俺が直々にしつけてやろう。ステイ。まずは我慢を覚えるところから始めるぞ。俺の前で好き勝手に走り回れると思うなよ。大魔法師への道に近道はない。俺の指導を受けて地道に努力することだ。どうした、子犬。しつけの時間だ。グリムを連れてこい。貴重な魔法薬をぶちまけるとは、俺から逃げ切れると思うなよ。魔法薬学で使う試薬を追加で仕入れなければ。失敗も学びとは言ったが、こうも消費が激しいと。まさか母校に就職するとはな。ナイトレイブンカレッジを卒業するときには想像もしていなかった。錬金術は高度な技術と知識が求められる。上達したいなら俺の授業に欠かさず出席することだな。なんだその目のクマは。まさか徹夜で宿題を。やっぱりか。もっと計画性を持て、この打鍵が。普段以上に週末が待ち遠しい。遠くから取り寄せていたクラシックカーのパーツが届く予定になっている。オンボロ料がいつからあるのかは知らん。俺が学生だった頃にはすでにひどいありさまだったな。ファッションの世界は日々進化していて、時に自分の未熟さを思い知らされる。そこが楽しい。サイエンス部の1年生には最初の実験で失敗させる。成功の喜びを味わえるのは失敗を知った者だけだ。このコートは俺のこだわりが詰まった特注品だ。お前も大人になったら特別な一着を手に入れるといい。最近座学の成績が伸びてきたじゃないか。魔法を使えずとも知識は役に立つ。グッドボーイ。そのまま励めよ。俺がしつけましょう、学園長。やりすぎ注意ですよ、クルーエル先生。この程度も反応できん。少し強くしますよ。